コンスティチューション、愛称、オールドアイアンサイズは、アメリカ海軍の木造尖閣、3本マスト、砲、数44門のフリゲートである。名前は、アメリカ合衆国憲法から取られており、世界の航行可能な収益艦船で最高、かつ、アメリカ海軍の現役艦である。コンスティチューションは、1794年の海軍砲で、 建造を承認された6隻のフリーゲートの一隻であり、1797年に浸水した。船の設計は、ジョシュア・ハンフリーズが行い、海軍の主力艦とされたので、当時の標準的なフリーゲートよりも大きく、武装も重装備である。1917年、コンスティチューションは、レキシントン92用戦艦のコンスティチューションに名前を譲るため、オールド・コンスティチューションと改名された。 しかし、巡洋戦艦コンスティチューションは結局、完成されなかったので、コンスティチューションは1925年に元の名前となった。1941年に、潜伏等級記号9期59-21とされ、1975年には、記号なしとなった。コンスティチューションは、マサチューセッツ州ボストンのエドマンドハート造船所で、 ジョージア州セントシモンズのギャスコインブラフで切り出され、製材された弾力性のある2000本のライブオーク材を使って建造された。コンスティチューションの側板の厚みは7インチあった。船の構造は当時としては特徴があり、尖閣の対角線上に交差する筋違いがあり、船体強度をかなり上げている。側板を止める、銅製の釘やボルト、および潜伏を守る、 同飛服はポールリビアが誕生した。1797年にボストン港に浸水させるまでに何度か失敗を重ねた。コンスティチューションは1798年7月2日に初めて出港し、フランスとの議事戦争で合衆国南東沿岸の警戒に当たった。この作戦行動中にサントドミンゴのプエルトプラタに対する水陸両用作戦に参加し、 フランスの私略船サンドウィッチを捕獲し、スペイントリでの大砲を使用不能にした。1803年、コンスティチューションは、エドワード・プレブル艦長式の地中海艦隊の機関とされ、北アフリカのバーバリに対する戦争に向かった。バーバリは合衆国からの貢ぎ物を要求する代わりに、地中海の港へアメリカ商船の寄港を許すという態度に出た。プレブルは、 トリポリに対して攻撃的な姿勢で臨み、港を封鎖して要塞に、艦砲射撃を加えた。最後に、トリポリ、チュニス及びアルジェが平和条約に応じた。コンスティチューションは、終戦後も2年間、条約の条件を履行させるために、北アフリカ海岸の警戒航海を続けた。指揮官は1803年から1805年の間に、ステファン・ディケーターと、 他の二人の艦長に順次交代された。1807年には、ボストンに戻り偽装改良工事で2年間を費やされ、1809年に、ジョン・ロジャース海軍巡将の指揮で、北、大西洋艦隊の機関に再収益した。1812年、イギリスとの関係が険悪なものとなり、海軍は戦争の準備を始めた。 米英戦争の宣戦布告は6月20日になされた。1810年に指揮官に任命されたアイザック・ハルの指揮で、コンスティチューションは6月12日に命令なしで出港し、港湾封鎖に備えた。ハルの考えは、ロジャース艦隊の5隻と合流することだった。コンスティチューションは7月17日にニュージャージー州エッグ・ハーバー沖で5隻の繁営を認めた。 翌朝、見張りがそれらの船は、イギリス海軍の艦隊であることを確認した。イギリス艦隊もコンスティチューションを指認し、追いかけ始めた。春は、風がないでいることを感じ取り、熟練した乗り組員はボートを下ろして、艦を栄光させた。小怒りを使って、艦の向きを良くし、頬を濡らして、重たくし少しの風でも使えるようにした。これで、 ゆっくりとではあるが追いかけるイギリス艦隊との距離を離した。7月の過酷な暑さの中、2日に晩にわたるロークによって、コンスティチューションはついに追跡者を巻くことに成功した。もつれあった戦いでコンスティチューションは、ゲリエールの前、小柱を追った1ヶ月後の8月19日、コンスティチューションは、ノバスコシア海岸沖で、イギリス艦隊の一隻やや小さな、 フリーゲート HMS、ゲリエールと遭遇した。イギリスのフリーゲートは射程距離に入ると砲撃を開始した。春艦長は搭載砲による攻撃を止めて、二つの艦がわずか25ヤードまで近づいた時に砲撃を開始した。戦闘の間に、両艦は3度衝突したが、海兵隊員らのマスケット銃による銃撃が交わされ、乗組員の異常攻撃を妨げていた。 三度目の最後の衝突の時にゲリエールの車掌がコンスティチューションの偽装に絡まった。両艦が引き分かれるとゲリエールの車掌を引く力が偽装を通じて衝撃を与えた。ゲリエールはフォアマストを折られ続いてメインマストも引きずり倒された。マストにひどく損傷を受けたゲリエールは港への栄光も叶わなくなった。コンスティチューションは 原則法の強さと優れた搬送能力を持っていた。また、コンスティチューションは、イギリス軍の砲弾を強靭なライブオーク製の、側板で跳ね返して無傷だったことで、イギリス軍水兵を大いに驚かせた。これにちなんで、コンスティチューションは、オールドアイアンサイズと、あだなされた。この年の12月、ウィリアム・ベインブリッジ式となったコンスティチューションは、 イギリスの別のフリーゲート HMS ジャバと遭遇した。3時間に及ぶ戦闘により、ジャバは修繕もできないほど破壊され、焼却処分にされた。コンスティチューションの勝利は、アメリカの市民の士気に大きな高揚感をもたらした。その後1815年の終戦までに、修繕や港湾封鎖の影響で長い月日を港の中で過ごしたにもかかわらず、コンスティチューションは、 チャールズ・スチュワート艦長の指揮で他に8隻を捕獲した。その中には艦隊を組んでいたフリュゲート HMS サイアニーとスループ艦でパントを同時に捕獲したことも含まれる。その後6年間の大改装を経て大西洋艦隊の帰還に戻った。コンスティチューションは1828年にボストンに寄港した。1830年に行われた検査で コンスティチューションはそれ以上の収益に適さないとされたが、アメリカの世論がその解体に大きな不満を表した。特にオリバー・ウェンデル・ホームズの詩、オールド・アイアン・サイズが出版された後はその声が大きくなった。アメリカ合衆国議会はコンスティチューションの再建予算案を可決し、1835年に再び収益した。コンスティチューションは、 地中海と南太平洋で機関として従軍し、1844年3月に始まる30ヶ月の世界就航も果たした。1842年には新型のペクサン砲を4門搭載している。1850年代、コンスティチューションはアフリカ沿岸を奴隷貿易船を探して警戒航海し、南北戦争の間は海軍主幹候補生の訓練官となった。 しかし、コンスティチューションは、同系艦と共に戦闘艦としては、急速に時代遅れとなった。1838年にはすでに蒸気船が、大西洋航路に就航しており、南北戦争中のハンプトンローズ海戦では、後半戦あるいは後半被覆性の船に対して、木造船の弱さが明白になったためである。前線での活動は制限されたものの、コンスティチューションは、 海軍と国のために活動を続け、1871年に再改造を受けた後、1878年のパリ、万国博覧会に品物を運んだり、練習艦として活動した。1882年の退役後、コンスティチューションはニューハンプシャー州ポーツマスで接待船として使われた。1897年には生誕100周年を記念してボストンに寄港した。 マサチューセッツ湾で、ミサイル駆逐艦、ラメージとミサイルフリゲートハリバートン及び、ブルーエンジェルスに護衛され、祝砲を放つ、コンスティチューション1997年7月21日1905年には、再び解体の危機に直面したが、大衆の指示により、今一度解体を免れた。1917年、レキシントン92用戦艦のコンスティチューションに名前を譲るため、 オールド・コンスティチューションと改名された。しかし、巡洋戦艦・コンスティチューションは1922年のワシントン海軍軍縮条約に従い1923年に建造中止となったため、コンスティチューションは1925年に元の名前となり、学生や愛国者集団の寄付によって最終利を施された。1931年に最終益し、 引き船に引かれて就航した後は、アメリカ大西洋岸、メキシコ湾岸及びアメリカ太平洋岸の90の港湾都市を訪ねて回った。3年間の訪問公開中、460万人以上の人がコンスティチューションの見学に訪れた。コンスティチューションは、アメリカの象徴としての位置づけを獲得し、母校のボストンに寄港した。1940年にコンスティチューションは、 永久収益となり、1954年の議会法で、アメリカ合衆国海軍長官が、その維持管理に責任を負うことになった。1976年7月11日、アメリカ合衆国の独立200周年を祝うために、イギリスのエリザベス2世とエディンバラ公がボストンを訪れ、指揮官のタイロン・ジー・マーチンと共に、コンスティチューションに乗船した。 海軍長官の j ェ i ウィリアム・ミッテンドー d は1970年代初期の改修の際に尖閣から取り出した建造当時の材木を使って制作した死没箱を女王に進呈した。1992年から1995年までの44ヶ月をかけてコンスティチューションは分解修理と改装を施され十分に海洋を搬送できる状態になった。これは コンスティチューションの保存状態が良かったからであった。この改装では、前の改装の際に時間と費用を節約するために取り除かれていた構造材の多くが再び取り付けられた。これには、例えば、ハンフリーズの設計で特徴的なホッキング対策の車補強材が含まれる。1997年7月21日、コンスティチューションの生誕200周年を祝い、 116年ぶりに公海に出た。コンスティチューションは、ボストンのいつもの桟橋から栄光されて、マサチューセッツ州、マーブルヘッドの夜間軽流所に到着した。このマーブルヘッドへの公海は、チャールズタウンの桟橋を一中夜離れた1934年以来のことであった。約450名の乗船者には、要人も多数含まれ、海軍長官。 アメリカ海軍作戦部長、アメリカ海兵隊副司令官、エドワード・ケネディ上院議員及び、アメリカの両親と呼ばれたジャーナリストの、ウォルター・クロン・カイトがいた。海岸から5海里ほどのところで、引き綱が下ろされ、指揮官のマイク・ベックが6枚の帆を張るように命じた。コンスティチューションは、自力で40分間南南東に搬送した。風速約12ノットの風を受けて、 最高速度は6.5ノットになった。搬送中に、現代の海軍戦闘艦、ミサイル駆逐艦、ラメージとミサイルフリゲートハリバートンが護衛し、オールドアイアンサイズに栄誉の礼を送った。またブルーエンジェルスが上空を通過し116年振りの航海を祝った。翌日の夕方、チャールズタウンの永久桟橋に戻り、ボストン港のキャッスルアイランドにある。 インデペンデンストリデに向かって21発の祝砲を放った。インデペンデンストリデに向かって21発の祝砲を放ったコンスティチューション現在のオールドアイアンサイズの役割は国の船であることである。コンスティチューションはアメリカ海軍の歴史で最も有名な艦と考えられている。その使命は毎年多くの観光客や見物客に海軍を宣伝することである。 55名の水兵が儀式や教育的プログラム及び特別のイベントに参加し、一年中観光客を迎え自由見学ができる。乗組委員は現役の水兵であり、海軍の特別任務と考えられている。伝統的に艦長の任務は現役の海軍中佐に割り当てられる。コンスティチューションは後悔できる最古の現役艦ではあるが、現存する。 現役艦の中で収益が一番古いわけではない。イギリスの戦列艦ビクトリーはコンスティチューションよりも30年ほど収益が早い最古の現存艦船ということになっている。ただしビクトリーは形式上は現役艦ながら実態は記念艦として永久に選挙に入ったままである。コンスティチューションはアメリカ海軍で敵を沈めた経験のある唯一の現役艦である。 コンスティチューションはチャールズタウン海軍基地の1号桟橋に係留されているが、この桟橋はボストンのフリーダムトレールの終端でもある。コンスティチューションは1年中公開されている。しかし、アメリカ海軍の現役機関として、訪問は海軍の規則に従うことになっており、また時に公開に出る時もある。公式 HP はスケジュールプロビジアンスである。 私立のコンスティチューション博物館が近くにあり、二号桟橋の付け根にある復元された造船所の建物が扱われている。毎年の巡行に出るコンスティチューション1997年8月6日、海軍長官ジョン・エイチ・ダルトンはアイアンサイズについて演説を行った。ダルトンは米英戦争の一部としての旅の詳細をボストンを出港してジャマイカから ポルトガルのアゾレス諸島に行き、イギリスに行って5隻の戦列艦を打ち破り、12隻のイギリス商船を沈め、続いて武装解除してスコットランドのファースト・オブ・クライドに行ってウイスキーの上流症を襲ってからボストン港に2月23日に帰ったと語った。話のポイントは海軍と海兵隊にはスピリットがあり、ノンアルコール飲料を飲むことに頼っていないということであった。 しかし、話が詳細にわたっており、電子メールでしばしば流されている事実や、個人の海軍誌ウェブサイトに登場してはいるが、これは確実に作り話である。感染がスコットランドの近くに行ったとか多くの感染と、交戦したという記録はない。さらに、この伝説は乗組員が毎日2ガロン以上のアルコールを消費しなければならない。 この話のあるバージョンは1812年から1813年の旅としているが、他のバージョンは1779年から1780年としている。この話の元は不明である。アメリカ海軍の海洋学者が定期的に観光している海洋学船、前と後ろに乗っているという報告もあるが、これは都市伝説の装飾に過ぎない。その他の情報源は、 合衆国体制様式、合同訓練、分析及び模擬実験センターだという。ABCDEFGHIJKLM、US Navy Fact File Constitution、United States Navy、2016年12月18日、閲覧。9 -21 Constitution、2007年2月11日閲覧。AB、マルホームドハルクラセファケーションシンボル、 オルティアーン、アセス・コンスティチューション。ネーバル・ベッセル・レジスター。2007年2月12日、閲覧。アセス・コンスティチューション・リハビリテーションレストレーション。2007年7月15日、閲覧。セール200。2007年2月11日、閲覧。パトリック・オブライエン、ザ・フォーチューン・オブ・ウォー、ISBN0393308138。ナウプレイングアット、エーシアターニアユー。 オールドワイアンサイズザワシントンポスト2006年7月1日閲覧ありがとうございます